です。について質問がありますかに、チェックが入ってないのですけども、こちらの方が質問ありますね。あります、はい、そうでしたらば、後ろの方に、薬剤師さんと看護師さんの方がおりますので、はい、後ろの方で、個別の相談の方もできますので、そちらの方にお進みください。はい、わかりました。お薬のこととかですか、それとも体のこととかですか。薬ですね。じゃあ薬剤師さんの方にご案内しますね。はい、ご相談ですので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあこっちどうぞ。はい、じゃあ、はい、どうされました。薬の件なんですけど、はい、お薬の面からすると、飲んじゃあのワクチンにはダメなお薬は今のところ見当たらないから、はい、打っても大丈夫だと思いますよ。はい、こちらにどうぞ。はい、では番号でお呼びしますので、はい、こちらから整理券をですね、整理券をこちらが出ますので、はい、お取りいただいて、はい、この番号でお呼びいたしますので、こちらの待機席の方でお待ちいただけますでしょうか。はい、お願いします。整理券番号38番をお持ちの方は予診室3にお入りください。39番をお持ちの方は予診室3にお入りください。指消毒されまして、お願いします。で、今日は体調はどうでしょう。大丈夫です。問題ないですか。はい、お薬は、いろいろ飲まれてるんですね。はい、分かりました。で、薬とか食べ物で今までアレルギーになったことありますか。あ、ないです。ないですか。はい、分かりました。じゃあ、今日ワクチンできますからね。はい、やってくださいね。はい、はい、お願いします。なくさないでお持ちいただいてよろしいでしょうか。はい、わかりました。はい、
が2回目の予診票になりますのでこちらも合わせてお持ちください。本日ですね、接種していただいてから15分間ですね、後ろのお席の方で経過観察をしていただきます。15分間の間にですね、気分が悪くなったり体調が悪くなった際にはですね、お近くの看護師またはスタッフの方に手を挙げてお声かけていただけますとこちらの方で対応いたしますので、はい、4時12分になりまして体調に変化がない際にはですね、出口の方からお帰りになっていただいて結構ですので、お願いいたします。